本日はこのラミーナイロンのサコッシュをご紹介しますね。まあ、サコッシュなんで、まあ、要はこういうショルダータイプの、カバンですね。ちょっとここで調整しながら、調整こんな大変なことではないんですけど、好きな長さにしてもらってここからこうかけますと、まあ、そういうカバンなんですけど、まあ、何の変哲もないショルダーバッグですわ。まあ、ただしこれは、こういう帽子とかブルゾンとも字で作ってまして、コーディネートできるっていうところがポイントですね。まあ、例えばこのカバンとこの帽子を一緒にしてても、あ、コーディネート知ってはるんやなって分かるし、まあ、これとこれをこうつけてもコーディネートできるんですよね。まあ、そういう単品で持つのもまあもちろんいいんですけど、なんかセットで持つとね、よりおしゃれ具合がぐっと上がるんじゃないかなって、まあ、そんな感じがしますね。まあ、よくね、服ではベルトと靴を合わせるとか、靴とかベルトとかカバンの色とかを合わせるとか、まあ、そういうルールがあるんですけど、まあ、一旦まあそういうのは僕はどうでもいいと思ってるんですけど、でもまあ実際のところカバンと帽子が同じセットで、柄とか生地とかがセットやと、まあ、ちょっとおしゃれやなって思ったりすると思うんですよね。そういう意味で単品もいいですけど、こういう他の小物とかね、こういうのとコーディネートされてもいいんじゃないかなって思いますね。サイズはね、A4 サイズぐらいなんで使い勝手はいいんじゃないかなと思います。はい、これ A4 のカバンなんですけど、中には、まあ、特殊ではないんですけど、普通に内ポケットが2つついてますんで、まあ、いろいろね、携帯とか、なんかハンカチやら何やら小物を入れるのに便利なようになってますね。で、中の生地は撥水加工してありますんで、まあ、少々の雨がバーってかかっても中までは濡れないと、まあ、そういう仕様になってます。ボタンがパチンとついてるんで、丸見えには中身の丸見えにはならないですね。いかがでしょう。